今回のメニューはミニチュアで魔女の谷のメニューを再現。材料はこちら。水、ハムスター用ボーロ、エビエサ、ドライベジタブル、ハムスター用ササミ、ニンジンボーロ、ハムスター用アクアゼリー、これらを使ってジブリパーク魔女の谷のメニューをミニチュアで再現。まずは水とハムスター用ボーロを使って魔女の谷のメニュー猫の手ドッグを再現。水を数滴垂らして砕きつつ混ぜていきます。粘土状になったら板に移して、お箸を使ってよくこねてコロコロ混ぜて形を整えていきます。程よい硬さになったら2つに分けておきます。その一方をさらに2つに分けて1つを平たく丸くします。もう片方は小さく丸く取り分けてコロコロ丸くしたのを大きい方にくっつけていきます。さっき初めに分けたもう片方も同じように半分に分けて同じものをもう一つ作っていきます。猫の手のバンズ完成。次はソーセージ部分をハムスター用ささみを削っていって両端を丸くしてソーセージ風に整えます。前回も魔女の宅急便のグーチョキパン店をイメージしてミニチュアのいろんなパンを作ってみたので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。早速こちらをさっき作った猫の手のバンズにサンド。お、結構可愛い感じになったんじゃないでしょうか。ミニチュア猫の手ドッグ完成。では早速完成した猫の手ドッグをパンダナに乗せていきます。一つ目完成。チャンネル登録よろしくお願いします。次はパンをウイロー、四角い形で可愛いパンだったのでミニチュア料理で再現。生地を四角く整えていきます。こちらのパンをウイローはジブリパークがある愛知県の名産、ウイローが中にぎっしり詰まっているパンということなので、真ん中にくぼみを開けて、見た目だけではなく内容も再現していきたいということで、今回はこのハムスターゼリーをウイローに見立てて詰め込んでいきます。ウイローだけでなく白あんもぎっしり詰まったとっても美味しそうな四角いパン。余った生地で蓋をして、四角く形を整えていきます。
実際は押し花が綺麗に乗っているみたいですが、今回はドライベジタブルで代用。ミニチュアパンオウイロー完成。シューマイに見えるとか言わないように、パン棚にポンと乗せて2つ目完成。次はウイローカヌレ。こちらは愛知県西尾さんの抹茶を使用して焼き上げたカヌレの中にウイローを入れたという美味しそうなカヌレ。これもすごく見た目が良かったし美味しそうだったので、ミニチュアで再現していきます。練り餌に水を数滴かき混ぜて、程よく粘土状に固まってきたらまな板に移して、お箸でコロコロ練ります。残った練り餌が入った器に余った生地を入れて黄緑色の生地を作ります。深緑色の練り餌で黄緑色の生地を包んでいきます。他にもジブリパーク魔女の谷のメニューでは美味しそうなパンがいっぱいあったのですが、特に自分が食べてみたいなと思った3つを選んで今回ミニチュアで再現していってます。カヌレの優しい円柱状の形を再現。優しく形を整えていきます。次にフォークで表面にカヌレ特有のギザギザの模様を刻んでいきます。ちょっとピーマンっぽくなってしまった。ウイローカヌレ完成。パン棚に陳列して、ミニチュア魔女の谷メニュー完成。今回背景にもこだわってみました。背景の折り紙アートはもう一つのチャンネル、ヘアンポグラスチャンネルにて折り紙の折り方動画などをアップしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。一番下の丸パンは人参クッキーです。早速くまパムちゃんの家にお届け。まずは猫の手ドッグ。くまパムちゃん早速と、あら、ソーセージ部分だけを引っ張り出して食べちゃった。次はパンオウイロー。こちらはキスのみ。次はウイローカヌレ。少し食べてはみたものの、おっと、なんと後ろにある丸パンの方が気になってしまったみたい。勢い余ってパン棚をなぎ倒すクマパム。また倒してしまったでっちゅ。